仏道内の座像プラアチャナワットシーチュームは、タイの北部、スコータイの旧市街となる、スコータイ歴史公園の北西部にある、仏教人遺跡である。人名のシーチュームは、菩提寺の森の意味を持つ。ワットシーチュームは、王、祭タイにより14世紀末に建立されたと、考えられる。石板に描かれた、釈迦の前世の描画複合体はすべて堀に、囲まれている。 複合体の中央に重厚な仏像がある。その仏像内には、高さ15.6メートル、幅11.3メートルの、プラ・アチャナと呼ばれる、コーマ仏座像がある。アチャナは、パーリ語で、動かないもの、変わらないものを意味し、その仏像は、ラームカム平原大王秘文に言及されている、プラ・アカナであると言われる。このスコータイで最大の仏座像は、 1953から1956年に修復された。仏道は各面の幅32メートル、高さ15メートルで正方形の基段を持ち、壁は二重構造でその厚さはおよそ3メートルである。東壁の南側には屋上に通じている幅わずか45センチメートルという狭い階段の通路が認められる。この通路の天井より、 釈迦の前世の肖像が掘られた50枚以上の石板が発見された。13世紀後半のものとされるこれらの石板は、大美術の描画における最古の残存例である。これらは現在、ラームカムヘーン国立博物館に収蔵されている。仏堂の東には、支中の断片と三体の仏像の台座のある礼拝堂の遺構がある。 仏道の北には別の小さな礼拝堂の遺構があり、そのもう一つのより小さい礼拝堂には仏像がある。アユタヤ年代記には、アユタヤの王なレースワンが軍病を集めたルーシー・チョムとして認められる。王たちは出兵する兵士や人民の士気を鼓舞するために、隠し廊下を通り、穴を抜けて人民に語りかけ、その演出で彼らは聞こえてくる声が、本当に、 フッツのものであると信じたという伝承がある。このことから、プラーチャナは、喋る大仏とも呼ばれた。ありがとうございます。